西墓山古墳は大阪府藤井寺市青山にあった古墳。形状は豊墳と推定される。世界文化遺産の古市古墳群を構成する古墳の一つ。住宅建て替え工事により発掘調査が行われて存在が明らかとなり、葉に割れが検出され、鉄器埋納以降からは多数の鉄器類が出土している。墓山古墳の前方部西側にあり、 同古墳の倍長とされている上原寺山古墳のすぐ南側において1988年に木造共同住宅を解体し、鉄筋へと建て替える工事が行われることが計画された。墳丘は愚か以降、遺物の分布も確認されていなかった場所ではあったが、上原寺山古墳のすぐ南に隣接するため、その関連施設の存在も予想されたため、 事前の発掘調査が行われることとなった。調査が開始されるとすぐに、はにわ列と鉄器を埋納した遺構が検出された。主体部藤寺市立障害学習センター展示。鉄器埋納遺構は、東西2列になっており、東列は、長さ5.2メートル、幅70センチメートルから80センチメートルで、その範囲内に、立ち、剣、探検、槍。 ここなど232点以上の鉄器が収められていた。西列は、長さ6.2メートル、幅60センチメートルから80センチメートルで、探検、しとつぐ、すき先、おの、通す、し、いぎし、のみ、すい、のこぎりなど1168点以上の鉄製品、おの形化石製品10点以上、か形がた石製品1点以上が収められていた。 埋能されていた鉄器の性格としては、隙先の観察からは明瞭な人物を持つ者が、極端に少なく、トースも人物を形成せず、トースを模倣する異物が認められ実用には使えない、ものであった。またこれらの鉄器類には使用した痕跡も認められない、ため、埋能するために制作された儀礼的性格の、鉄器類と考えられた。埴輪は、円筒埴輪列となって、 北辺で16個体、南辺で31個体発掘され、また、湿度状況から見て、東古墳に伴うと考えられる円筒、朝顔形形形埴輪庭の破片が多数、発掘されている。円筒埴庭は3畳の多賀を巡らし、方量は、合計30センチメートル前後、器高は判明する資料は1点のみで53.4センチメートルであった。時期は、 川西変年のスリーキ神相に属するものであった。継承派庭は二形派庭と家型派庭の再編が出土している。東古墳の墳球は木造住宅の跡地であるためすでに大半が作閉されていた。また、1941年の墓山古墳付近の航空写真においては、その木造住宅が建つ以前の現地が映し出されているが、 墳球らしきものは見当たらず、すでに高地となっていたことがわかる。西墓山古墳の性格については、東古墳の発掘調査範囲内において、人体埋葬施設の存在は、他に服装用培葬である、可能性のある古墳は、モズ古墳群のカトンボ山古墳、塚めぐる古墳7寒山古墳、古市古墳群では、有山古墳、野中古墳などが知られている。 なお古墳は調査後、消滅したが、鉄製品埋能施設の一部が切り取られ、保存加工されて、アイセルシュラホール歴史展示室に展示されている。ありがとうございます。